皆さんこんにちは。現在ノリに乗っている中日ドラゴンズ、先週の金曜日から連勝を重ねており、13日の阪神戦では見事逆転勝利、4年ぶりとなる6連勝、貯金5となり首位をしっかりキープしています。昨年まで最下位だったとは思えないほど破竹の勢いで進んでいる中日ドラゴンズ、そんな中日の連勝に大きく貢献している選手の一人が高橋周平選手ではないでしょうか。昨年までトレード報道がなされるなど、とにかく苦しんでいた高橋選手、今季も特別数字がいいわけではありませんが、現在必要不可欠な存在となっています。今回はそんな高橋選手のチームへの貢献度、復活した理由などについてご紹介していきたいと思います。中日ドラゴンズが逆転勝利で4年ぶり6連勝&貯金5を記録しました。4月13日に行われた阪神対中日の試合、0対2で迎えた6回、中日打線は先頭の2番田中選手が四球を選ぶと、続く高橋選手の3安打目となる右前打で無視1、3塁とし、4番中田の中前敵地打で1点差、中田選手はこれで5試合連続打点としました。5番細川選手も左前打で続き無視満塁、ここで登場した代打中島選手の押し出し四球で同点に追いつきます。なおも無視満塁で7番宇佐美選手の左前敵地打で逆転に成功。その後も代打村松選手が押し出し四球を選び、4対2とリードを広げます。8回は8番山本選手の右前敵地打で貴重な5点目、移籍後初スタメンの山本選手は古巣相手に4打数3安打1打点と躍動しました。先発のメヒア選手は初回2四球で走者を貯めた後、5番佐藤選手に中越の2点敵地2塁打を浴び先制点を献上。それでも2回以降は立ち直り、6回3安打2失点の好投で勝利投手の権利を得ました。これで破竹の6連勝となった中日ドラゴンズ、中田選手や田中選手、投手陣などとにかく勝つために貢献している選手が多くいますが、その中で目立ってこそないものの今の中日に必要不可欠となっているのが高橋周平選手でしょう。開幕から3番3塁で全12試合スタメン出場し、13日の試合前までは打率.241、0本塁打と際立った数字を残しているわけではなかった高橋選手、しかし打席の内容は決して悪くなく、4月10日の DeNA 戦横浜では2回に1塁敵地内野安打を放つと、4回に左前打、8回に2塁内野安打で開幕戦以来の猛打賞をマーク、通算1000試合出場を飾りチームの勝利に貢献し、12日の阪神戦も2試合連続マルチ安打と状態を上げていました。そして13日の試合では猛打賞を記録、打率も.276まで上げており復活の兆しを見せています。かつては主力選手として活躍したものの、打撃面で試行錯誤を繰り返して近年は出場機会を減らしていた高橋選手、昨年は石川昂弥選手の台頭もあり35試合のスタメン出場にとどまっていました。172打席は1軍に定着した2018年以降で自己最少、打率.215、0本塁打と振るわずトレード要員と報じられたこともあり、たびたびトレードの噂も浮上していました。しかし今季はここまで状態を戻しています。この復活について他球団のスコアラーはこう分析しています。中田翔の加入で自分が決めなければという負担が軽くなり、自然体で打席に入れている印象があります。石川昂弥という和製大砲がいますが、三塁の守備能力は高橋天音が格段に上です。守り勝つ野球を標榜する中でチームに不可欠な存在になっている、完全復活と判断するのは早計かもしれません。ですが近年の伸び悩みを考えた時に、現在の立ち位置を勝ち取ったのは大きな価値があると言えます。プロの世界で勝ち抜くには結果を残すしかありません。今季プロ13年目となった春季キャンプで高橋選手は初の2軍スタートとなりました。その中で黙々と汗を流し復活のための準備をしていました。そして3月中旬にオープン戦の西武戦に2試合限定で1軍参加。高橋選手はこの少ないチャンスの中で猛打賞という最高の結果を残し、そのまま1軍に同行。近年悩んでいた打撃フォームもバットのトップを投手側に傾け、タイミングの取り方がしっくりきたのか、緩急に崩されることが減り、力強い打球が広角に飛ぶように、2018年のレギュラーを獲得した時のような
鋭い打球を飛ばすようになっていたのです。結局オープン戦では打率391と凄まじい成績を残した高橋選手、三塁の定位置の本命とされていた石川昂弥選手との序列を見事実力でひっくり返したのです。そして開幕戦となったヤクルトとの試合では敵地打2本を含む猛打賞、白星発進とならなかったが、復活を予感させる活躍に中日ファンも喜びを見せていました。ただ高橋選手の存在感の大きさは打撃だけではありません。もう一つの武器である守備力の高さもチームの勝利に大きく貢献しています。1920年に2年連続ゴールデングラブ賞を受賞するなど、三塁の守備力には定評がある高橋選手。昨年まで中日のコーチを務めた野球評論家の荒木正弘氏も週刊ベースボールの取材で、高橋選手は僕も気になっています、まだまだやれる選手ですし、やってもらいたい、ただ僕は二塁ではなく三塁でもう一度勝負してもらいたい、二塁の守備も確かにうまいですが三塁は抜群にうまい、石川昂弥選手のためにも三塁で勝負して意地を見せてほしいですと発破をかけていました。その言葉通り勝負して勝ち取り、壁として立ちはだかった高橋選手、実際守備での貢献度は凄まじく、三塁を含めチーム全体で昨年まで多かった守備のミスも一気に減少。元中日 OB で評論家の平田良介さんも中日が強い理由の一つとして高橋選手を挙げ、三好選手、田中選手、高橋周平選手が抜けた打順を並べてどの打順も一緒ぐらいの攻撃力と分析しながら、その上でなので重要になってくるのは守備力やと思ってて、高橋選手が抜けると守備力がガタッと落ちるので、高橋選手がスタメンから外れると歯車が狂い出すかもしれないですねと指摘しています。立浪監督はかねてから守り勝つ野球を掲げてきました。そのモットーを高橋選手はしっかりと実現していると言えますね。他にも安打や守備だけではなく、場面に応じて進塁打を打つといった器用さでも貢献しており、もともと3割を打てる打者ですし、ミート力の高さを生かしただでは転ばないシーンも何度か見受けられました。数字以上に大きな貢献を果たしていると言えるでしょう。しかもここに来て状態を一気に上げている高橋選手、もしかしたら首位打者争いなどにも加わってくるかもしれませんね。2011年以来の優勝を目指している中日ドラゴンズ、果たして高橋選手は攻守にわたって貢献しチームを優勝に導けるのか、今後の活躍にも注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。